学者、うん、学者っていうのは真理を見通す運命にある人でございます、うんうん、学者は真理を見通す運命にあります、うん、そのため知れば辛くなるような情報でも目を背けることができません、うん、常に冷静に分析し真実の答えを導き出してしまいます、うん、この運命の導きによって学者は言いづらいことも平気で口にする冷血人間と思われてしまうことがあります、うん、が実際は誰にでも分け隔てなく公平に接し、うん、常に冷静で合理的であろうと努力する人なのですと、うん、なんでそうなんですよね、うん、この一見なんか冷たい感じで物事を言うんですけど、うん、これは全然悪意とか、うん、そういうことじゃなくて、うん、誰に対してでも同じように接してますと、うん、これこうすればいいじゃんって気軽に言っちゃうって話ですよ。そうですね。それを、うん、あの攻撃と受け止める人もいるし、うんうんうん、あ建設的な意見だねって言える人もいるし、うんうんうん、っていうことですね。で、うん、学者の幸せ、うん、学者の人が、うん、プロジェクトの責任者に任命され、あもう苦しそう、ごめんなさい苦しそう、うんうん、学者の人が、うん、プロジェクトの責任者に任命され、うんうん、みんなに好かれるリーダー、うん、良いリーダーになろうとするのも、うん、無茶ですと学者ですからね、うん、学者の欲求を生かして、うん、どの仕事をどの順番で誰にさせるか、うん、といった方面で、うん、管理能力を発揮できれば、うん、あなたがそのプロジェクトリーダーの責任者に任されるのは、うん、何の問題もない、うん、要はどの仕事をどの順番で誰にさせるか、うんうん、向いてそうですよね、うん、しかし、うん、学者のあなたが似合いもしないのにみんな飲みに行こうぜ、うん、って誘ったり、うんうん、この葉っぱをかけたりしたりするのも、うんうん、無駄でしょうと、うん、人望は上がらず、うん、懐は寂しくなり、うん、帰る時間が遅くなる、うんうん、しかも自分はこんなに努力しているのに、うん、向いていない方向で、うん、信頼を得られない、うんうん、と不幸な気分でいっぱいになることを受け合いですと、うん、あなたの運命はそっちの方に向かって流れていないのですと、うん、無駄なその飲みに行こうぜとか、うんうん、葉っぱをかけるのはやめましょう、うん、学者の場合は理屈ばっかりで情熱がない、うん、口先ばっかりで行動が伴わないという批判に弱いですねと、うん、ついもっと自分なりの信念や目標を持って生きていくべきではないか、うん、燃えるような恋をしたい、うん、とか、うん、似合わぬようなことを考えますと、うんうんうん、ドキュメント番組で丸々一筋うん十年なんていう職人を見ると強く憧れますと、うん、それは学者の優位にあたる職人への憧れですと、うんうん、しかし同じことをやり続けようとしても、うん、この学者タイプはどうしても興味が持てないと、うん、この丸々一筋うん十年には一番向いていないタイプですと、うん、そんな自分をダメなやつと感じ、どうして自分は本当に打ち込めることが見つからないのだろうか、うん、と自己嫌悪に陥ってしまいますが、うん、そんな欲求に逆らった考え方を捨てて自分の知りたいっていう欲求に生きていく方が幸せになるでしょうと、うんうん、